かっぱ寿司の食べほに行ってみました。今回は時間の都合でレギュラーコースでチャレンジしてきました。全75種で1580円、60分というのが短いか長いかは微妙ですが、一応元を取れるくらいには食べたいと思います。80円、うん、アサリもしっかりと入っていて美味しいです。揚げ餃子180円、揚げたてで熱々の揚げ餃子、普通に美味しいです。鶏唐揚げ、こちら揚げたてで熱々で美味しいです。マグロ2種盛り、マグロ、ミンチョウ、今日のマグロはちょっと残念。ハマチ、寒ブリ、美味しかった、旬の味。こちらは熟成カレー、まあ大葉の風味が強すぎかな。サラダ軍艦、安定の味です、うまい。次にエビ天握り、こちらも安定の味です、塩で食う。かんぴょう巻き、かんぴょうの味付けが薄めかな。マグロ、この日のマグロは外れ、残念でした。大葉の千賀は、大葉の風味が強いんだよな、ネタの薄さゆえか。煮アナゴ、これはタレの強さでなんとでもなる、悪くない。海のフォアグラアンコウキも、これ結構美味しいです。定番のフライドポテト、まあ普通に美味しいです。ここで鶏白湯ラーメン。スープは、どこかで食べたような白湯スープ、工場生産かな。麺は牛細のやや縮れ麺、かもなく不可もなく。メンマも、かもなく不可もなく。チャーシューは、ペライものが1枚、特筆すべき点はなし。では動画でどうぞ。ではデザートのスイーツを。チーズケーキはパサパサでチーズ感が寂しい。チョコアイスはまんまそのままの味。プレミアムプリン。今回はこのプリンが一番美味しかった。これは2個はいけちゃいます。今回はスタンダードコースでしたが、どうもネタ切れなのかメニューになかったものが多かった。そこは非常に残念。今度はスペシャルかプレミアムコースを頼んでみたいですね。ちなみに元は取れたと思います。